Hello everyone! 留学パパです。Hello everyone! エリンです。はい、エリンさん。はい。いよいよですね、エリンさん、久しぶりのカナダ、はい、渡航ということで、間もなくね、はい、行くわけですけれども、はい、今の心境どうですか？もうワクワクですね。やっぱり行ったことないところにも行きますし、うん、久しぶりの、まあ、久しぶりってもう1ヶ月、1年ぐらいですけど。まあ、1年ぶりとは結構久しぶりですね。はい、1年ぶり、私にとっては1年ぶり久しぶりなので、はい、まあ、ワクワクですね。いろんな人に会えたらいいなと思ってます。そうね。皆さん、例えば、カナダでもそうだし、アメリカでもそうだしね、はい、いろんな国行ったりすると思うんですけど、なかなかこう、一つの国って言っても広いから、そう、どっか例えばアメリカカリフォルニアに行ったことがあるって言っても、うん、それはアメリカの一部です、はい、全部が分かった気になってはいけませんっていう話なんかね、はい、よく聞くこともあるんですけれども、はい、今回エリンはね、うん、バンクーバー周辺ではなくて、それ以外のエリアにも行くということで、はい、なんか現地でこれをやってみたいみたいなのが具体的になってるんですか？そうですね、まあ、いろんな行ったことないところを行くので、いろんな、まあ、新しい景色とか場所を見てみたいんですけど、やっぱりその現地で留学している留学生に会いたいなっていうのがもう一番だなと思います、うん、あ、なるほどね、はい、やっぱりね、今生活普段してて留学生活を終えると留学してること関わることって少なくなるじゃないですか、うん、なのでやっぱり留学生 そのリアルの話だって聞きたいし、やっぱり SNS に載ってるだけの話って結構日常生活とか一般的なことだと思うんだけど、やっぱり彼らが感じてることとかリアルに聞きたいなと思っているので、はい、ぜひたくさんの人に会えたらいいなと思ってます。そうですね、そういう風にで得た、ね、情報とか、うん、あるいは感じたことなんかもまた、はい、こういう、ね、場で還元していけたらいいなということなのでね、はい、また、皆さんにね案内の方も随時していくので、はい、ぜひエリンちゃん会いたいですと、はい、ぜひLINE アートの方で連絡いただければなと思います。はい、はい、で留学パパは私がいない間どうするんですか、はい、どうしましょうね。もうなんか動画も撮らないし、まあ、ぼーっとしてる、はい、留学パパちょっと旅行に行こうかなとかね、あ、なるほど、ちょっと思うんですけど、あ、はい、まあでもね、そんな遊んでばっかりもいられないのでね、はい、ちょっとね僕も、まあ、エリンに負けずにいろいろ皆さんのお手伝いできることをやりたいなということで、はい、一つ今日皆さんに最初にアナウンスがあります、はいはい、それは何かというと、はい、通常こう有料でお金をいただいてやっている、はい、オンラインでのカウンセリングっていうサービスがあるんですよ、はいはいはい、これまあ僕がやる時もあるし、エリンと一緒の時もあるし、はい、エリンだけがやる時もあるんですが、まあホームページとかでいろいろアナウンスはしてるんですけれども、はい、これをですね、はい、9月の10日から、はい、お、10月13日までの約1ヶ月間、まあ、つまりエリンが行ってる期間中、ほう、期間限定で、ほう、30分に限定ですけども、はい、30分間、無料で皆さんと、ご相談というかね、ご質問とかご相談にお答えする時間を、はい、設けたいなと。本来有料のオンラインカウンセリングを、個別です、はい、これグループではありませんよ、はい、皆さん一人一人と、お話しする時間持てたらなと思ってるんですよ。そうですね、それは濃い時間ですね。そうなんですよ、はい、ただね、まあ、僕もね人間体一つですのでねキャパの問題がちょっとあるんで心配なんですけれども、はい、受付開始はですね今日から、はい、もうこの皆さん、放送、はい、ね、聞かれた方、もうすぐに、もし興味ある方はね連絡していただいて、で先着順になります、はい、で何名ってちょっと言いにくいんですよ、はい、僕のその時間の許す範囲で、もうこれ以上無理だと思ったらごめんなさいっていうので締め切りにさせていただくので、はい、ぜひね皆さんのこう留学に関するあらゆる相談にお答えします。これはそのどういった人ならできるの？そのなんか留学してる人もいいの？それとも留学する前の人なの？はい、ね、応募条件っていうのがあるんですけれども、はい、3つあります、はい、1つはですね、まだ渡航してない人です。つまり留学がスタートしていない人です。なるほど、だから留学中でとか、なんか一時帰国中でとか、うん、もう最近ないかもしれませんけど、はい、そういう方とかは、うん、ダメです。あ、なるほど、じゃあ渡航前の人ですね。前の人ですね。だからこれから留学考えるとか、うん、まあ留学先がやっと決まったけどこれからどう準備していこうみたいな、みたいな、そういう感じの人ですね。渡航前の人がっていうのが、条件1です。それから、2つ目は親子で必ずカウンセリングさせていただきます。あの中高生だけとか親御さんだけっていうのは基本的には、うん、お断りしてます、はい、っていうのもやっぱり、留学って大事な大事な進路の話じゃないですか、はい、親御さんだけとか、中高生の皆さんだけになるとどうしてもこう前に進みたくても進めないみたいな
ね、息子が娘がどう考えてるか分かりませんみたいなこと言われても僕ももうそれ以上言うことがないわけですよ。こっちも分からないよ。だから僕も気になることがあったらすっと聞きたいし、あ、そうですね、はい、お互いに、まあ、30分という限られた時間ですけど、はい、一生懸命皆さんのことを知りたいということもあるので親子での参加が2つ目の条件です、うん、はい、じゃあ3つ目は、はい、3つ目はですね、うん、いろんな留学があるんですが、はい、あの短期留学ではなくて1年以上の留学、つまりまあ1年って言ってもまあ10ヶ月とか、ね、9ヶ月10ヶ月になると思いますけど、それ以上の留学を検討している人に絞らせてください。あの1ヶ月の留学とか3ヶ月未満の短いやつの場合はちょっとね、さすがにそこまでやってしまうと本当にキャパオーバー、そうね、人数の規模も大きくなりますから、そうなんですよ、はい、なので1年以上、まあ、もちろん卒業目的とした留学でもいいし交換留学とかでも結構です、はい、その期間のねちょっと条件付けさせてください。この以上の3つになりますので、はい、その3つに該当する人はもう遠慮なく、これ申し込み方法っていうかね応募方法なんですけれども LINE アットでお願いしたいと思います、はい、無料のカウンセリングを希望しますというメッセージをください、うん、でメッセージいただいたらその方にじゃあこういう内容でやりますよとかこういう日時でやりますよみたいな、はい、ちょっと調整の方ねご案内と調整させていただきたいなと思います、はい、で、一応お断りなんですけれども、はい、僕のキャパがオーバーしてしまうとかあるいはそのキャパの関係で日程調整がうまくできないとかいう場合はお断りさせていただくことがあると思いますのでその時はごめんなさい、うん、はい、9月の、ね、10日から10月13日までの1ヶ月間だけなので、うん、もう今から受付開始、はい、結構時間ありますから、ね、皆さん先に予定で開けといてください。そうですね、はい、あの調整させていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、今日はね前振りこれまだ前振りの話なんですよあらもう終わろうかと終わりじゃないです。今日のメインのテーマは一応あるわけですよ、はい、はい、そうですね、メインも一応お話ししましょう、はい、今回のねメインのテーマは、渡航直後に、はい、ほとんどの留学生が直面するであろう、3つの壁と。渡航直後ですね、はい、そうなんですよ、うん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 、まあもうすでにこのね今の時期だと、はい、渡航して早速大きな壁にぶち当たってるという人もいるかも、うん、もうすでにいると思います、知れません、はい、が、これから留学する人、行ったらいきなりどんな壁があるんだというのをたくさんあるんだけど、はい、今回3つに絞って皆さんに、はい、お話してみようかなと。はい、そうですね、はい、まあ、エリンの方からこれはね、うん、聞きたいですけど3つ、はい、第3位、3位ですね、最初に直面する壁の3位は話し相手がいないという壁に できないということ。うん、話し相手がいるんです、うん、あの人物はいます、ホストもいます、はい、あの学校の先生もいるんですけど、あのやっぱり言語が日本語じゃないっていう英語っていうこともあって、うん、やっぱり話せれないんですよ。それって自分の悩みとか思ってることを何でもこう相談したり聞いてもらったりするような人のこと、今の話し合いで。そうですね、はい、話し合いでそうなりますな。例えば、はい、留学して例えば自分がこう思っていることとかいろいろあるじゃないですか、うん、で、あの話す時って友達みんな話すと思うんですけど、留学当初って、うん、あの友達がいないんですよ。当然ですよね、はい、うん、なのでやっぱり一から関係を築いていかないといけないっていうのがあって、やっぱりそんな数日ね、はい、今日会いましたってことを、じゃあ自分の思ってることをバンバン話せる関係になってるかそうでもなくて、うん、最初はなんか上辺のこう相手のことを知るための質問とかから入るじゃないですか、そう、ね、なのでこう日本の時にいたようなこう友達っていう人がやっぱいないと、うん、なんかなんか話せる相手がいない、すごい寂しいなっていう孤独感に変われるんですよね。そうね、そうでなくても不安とドキドキの中で留学してて、はい、でいきなりその自分の気持ちを伝えられるような、うん、ね、問題解決一緒にしてくれるような、うん、そういう人もいなかった場合って、はい、とってもとっても心細い気持ちになるね。そうなんですよね、それっていきなりあるわけだ、うん、はい、もうすぐあります。もう多分1日目からあるんじゃないかなって、うん、私はもう1日目から感じてた人なので、まあ、さっき言ってくれたみたいに、うん、英語力がないから勇気が出ないっていうのはもちろんあるんだけれども、別に日本語だったとしてもできない時はできないじゃん。そうで、入学式でもみんな行くと思うんですけど、うん、別に入学式でもういつめみたいな人作るわけじゃないじゃないですか。そう、ね、日本語でも難しいよね。そうなので、なのに海外、はい、いうことになるとそれは大変ですね。まあそれで、いろんな解決方法あると思うんですけど、はい、ヒントをもし一つだけ挙げるとしたらどうしたらいいの、それ。その話し相手がいないっていうことに関しては、これはもう
今日明日で解決する問題じゃないです、うん、なのでもし本当に言いたいこととかあるんだったら、まあ、親とかね日本にいる友達に相談するとかしてそこはすっきりさせて時間をかけて友達を作っていくんだということにマインドセットを変える方が楽だと思います。そうね、気持ちをまずちょっとね、はい、落ち着かせて楽にいくと、はい、焦らないと、はい、焦らないでください。もう本当に焦るといいことないというか、やっぱ人と比べちゃったりして、あの子は友達多いのに私にはいないとか考えすぎちゃって、やっぱもう前に進めなくなるんですよね。そうね、うん、なるとやっぱりプレッシャーがどん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 大きくなっちゃうから、はい、あまりそこは深く考えずに、あ、みんなこんなもんだ、なんなら、はい、エリンちゃんもそうだったみたいな、はい、もう本当にそんな感じです、うん、確かにみんな写真とか撮っといてわーみたいな感じで、あ、すごい友達いる、話し合えているんだって思うかもしれないんですけど、実際みんな撮ってるだけであって全員のこと知ってるかって言ったらそんなことありません。逆にこの人全然知らないとかもあるんで、うん、やっぱり比べずにもうゆっくり時間かけてもらえたらなと思います。なるほど、そういうことなんですね、うん、はい、じゃあ第2位は、はい、2位はですね、もうあるあるなんですが、日常生活のあれこれがもうよくわからないと。なるほど、はい、日常生活のあれこれって例えばどういうことなんだろう。そうですね、もう簡単なのに言うと通学のもう仕方ですらもう分からないみたいな。あ、例えばバスとか。そう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 、新しい土地に行くじゃないですか、うんうん、それはまあね、歩きだったとしても Google マップでちゃんと学校行けるかなとか、はい、心配するし、うん、まあ私なんかね、バスで迷子にね、違うバスに乗っちゃって迷子になってとか、うんうん、でまあ英語はね、そらそらそらできればいろいろ聞けるわけですけど、まあそんなことも英語力なかったらできないので、うん、私今どこにいるのみたいな、もう迷子とか、あとはこう洗面所の使い方とかももう全然違うじゃないですか。はいはい、お風呂の入るってみんな多分今日本に行った時って好きな時間に普通に入って終わるんですけど、やっぱり現地に行くとその家のなんか習慣じゃないけど、あなたはこの時間に入らなきゃいけないとか、使い方はこうじゃなきゃいけないって、うん、結構しっかりしてるとこもあるんですよ、うん、そしてやっぱそれに合わせていかないといけない。なるほどね、うん、それ結構ストレスあるかもしれないね。そうなんだから、お風呂とか入るにしてもやっぱ髪の毛とか落とされるのが嫌だっていう家もあるんですよ、うん、なんでもう綺麗に綺麗にみたいな感じとか、うん、やっぱり使い方違うとちっちゃなことだけど、まあ壁というかストレスが結構ね溜まるかなと。そうだね、日常生活ってすごい大事だよね、うん、家でのそのね、生活って大事だから、はい、そこのルールとか、はい、あと価値観というか考え方みたいなのも、うん、日本人同士だって違いはあるけども、うん、海外の人たちとの関係ってやっぱなかなか難しいよね、はい、うん、そこに、合わせるためのこれも時間が、はい、これも本当に時間解決するし、やっぱり言いたいことは言わなきゃダメだなと、うん、分からないんだったら分からないって言わないといけないし、うん、それなりにやっぱ自分の意見言わないと、それが普通だからこっちはっていうスタンスで来るので、あ、慣れるしかないんだってなっちゃうので、やっぱりそういったことが言えるようになるのはすごく大事ですけど、時間ですね。そうね、はい、まあ、あんまり深く悩みすぎず、はい、でも一つ一つねクリアしていくっていうのがすごい大事、うん、でも大きな壁の一つだよね、うん、それはね。そうですね、日常生活にすごく関わりますから、はいはいはい、それでは最後、一番留学生がね、はい、きっと直面する大きな壁になる、はい、何でしょう、はい、もうこれ皆さん多分留学前の人も感じてることかもしれないですが、英語力ですね、うん、英語での会話が成り立たないです。成り立たない、はい、もうね、これはどうなんですか、自分の言いたいことが言えないだけではなくて、うん、言ってることもよくわからない。あ、もう全くわからないです。多分どんなに英語とかすごく頑張って勉強して、行った子でも英語が早すぎて聞き取れないとか分からないということもたくさんあります、うん、もう帰国子女だね、そういう英語圏で育った人とかじゃない限り、はい、なのでやっぱり相手のことが分からないとか自分が言いたいことが言えない分からないともう成り立ってないんですよ、コミュニケーションが、うん、これやっといてねって言われてもやっといてねって言われたことが分からないから何もしてない、何もしてない、なんでやらないのって言われて、そう、あの時それ言ったでしょみたいな、ね、まあ、聞いてない聞いてない、聞いてなくない、言ったみたいな、言ったで、あなたイエスって言ったでしょみたいな、みたいな、いつ言ったみたいな適当クしてたじゃん、はい、適当に返事してたの、うん、日本人独特の、うん、とりあえず笑顔でなんとかイエスイエスって言っとけばいいみたいな、そんな感じ、うんうん、そうやってたから、え、イエスってあんた言ったじゃんって言われて、うん、え、いつ、え、みたいな、でそれでまたトラブルじゃないですけどちょっと問題発生しちゃうとかもあるんで、これは結構ストレスというか、まあ、ストレスだけならいいんだけど、何、問題がそうやってね発生するとか、うん、言い間違い聞き間違いとか、はい、そのありますよね、 I can なのに I can't って not って言ってるのにそれが聞き取れなくて、 あなたできるんだって言われ、うん、思われてたりとかするので、うん、そういった違いとかでコミュニケーション成り立ってないよねって、
なるほどね、はい、そうです。じゃあそうなるのはもうみんなしょうがないということだけど、はい、何かその乗り越えるためのコツみたいなのがありますか？わからないということを伝える英語を用意しとく頭の中に。なるほど。あなたの言ってることがわからないという英語を準備しておいて、いつも言う。そういつも言う。その、まあ、理解しようとはします。なんか、お皿洗いやっといてねって言われたら、うん、もう一回言ってとか、はい、なんて言ったのみたいな、これで合ってるみたいな、自分がわかる単語で並べていくのいいんですけど、もう本当にわからないって言ったら、あなたが今言ったことがちょっとわからなかったっていう英語をもう何回でも使えるように。練習しとく、いくつかパターンをね、はい、用意しとくわけですか、はい、ストレートに言い過ぎてあんま強すぎたりするのでいろんなニュアンスとかあると思うんで、そのもネットでしっかりダーッと調べて、じゃあその分からないという表現自体はナチュラルに言えるようにしとくっていうこと。ちょっと違和感ですけど、そう、相手は「え、君英語ちゃんとできてるじゃん」ね、いやでも分からないですから」みたいな。だからとかね、不思議な会話がなんかそこで交わされそうな感じだね、はいはい、ですけどでも分からないっていうのを言ったことに対しては大事だと思うんで、うん、そうだね、あとなんかさ、うん、エリンなんかもさ授業とかでなんか先生が課題出したりとかされるじゃない、うんうん、それが分からないから確認しに行く時の英語とか、あー大事ですね、うん、そういうのやってたんでしょ、うん、なんかね分からないから、もう宿題とかも分かんなくて、宿題分からない単位取れないじゃないですか、うん、なんで先生とかダーって言って、もう分からなかった、授業が分からなかったって言って、それで宿題は何って聞く、その単語をもう理解しとく。なるほどね、いつまでに提出とかね、そう、うん、そういうやつ、ね、提出期限とか、あと何とか、そのあるじゃないですか、うん、大事な用語だけをこうちゃんと集めて、それをなんかつなげて言うみたいな、つなげて言う、はい、ね、それをエリンの場合は事前に準備してたわけじゃなく、はい、その留学先でぶつかって初めてそれがいると思って最初にやったのね、やばいやばいと思って、もう焦って調べて、うん、もう聞くみたいな感じですね、ね、焦ってそれで乗り越えようって頑張るところに留学の価値があるんだと思えば、まあね、それはそれで壁は壁でいい経験と言えるのかなとは思うけども、はい、必死ですよ、まあでもね、その時はすっごく、そうです、はい、そうです、皆さん必死になると思うので、はい、ぜひね、まあ他にも壁いっぱいありますが、はい、とりあえず今回、紹介した3つの壁っていうのはもう本当代表的なものなので、はい、ぜひ皆さんちょっと参考にしてもらって、はい、ちょっと心の準備と、でどうしてもその準備が自分だけじゃこれやばいかもって思ったらどうしたらいいんですか？はい、これはですね、私が、提供しているスリークというプログラム、ぜひ受けてもらいたいなと思います、はい、これですね、今日言ったその3つのね壁ありますよね、そういったものもですし、日常生活とか、まあ、現地の学校で学ぶ内容だったりとか、うん、もう留学したら絶対にこれ知らないとやばいよねっていうものをもう詰め込んだ、先取りね、はい、先取りですか、はい、先取りできるものになっているので、うん、ぜひ活用してもらいたいな。そうだよね、自分でなんか問題を決めてそこに対して答えを用意してっていうのは、うん、もちろん留学中の人ならリアルタイムでできるんだけど、うん、留学前の人とかって何が起こるかがわからないから準備しようがないよね、そう、わからないことがわからないっていう話だもんね、はい、ということはそのスリークは非常にいいよね、うん、そう、私がもう直面した壁を他の留学生から聞いたね、まあ、いろいろこういうものに困ったっていうものを分かっているので、それに対してどう準備したらいいかというものをこう一つ一つ50レッスンあるので、はい、それに、ね、皆さん結構英語ですよ、日本語もありますけど解説は日本語でしてますけど、はい、使うのは結構英語だったり、はい、そうですね、問題とかも英語であったりするので、ぜひこれはもう無料体験レッスン受けてもらったらなと思います、はい、はい、ね、最近よくね紹介してますけど、本当でもそれぐらい大事なんだっていうことを皆さんに知ってほしいということでね、うん、はい、発信してますので、もし僕ら、まあ、僕とかエリーのね力が必要ということであれば、はい、LINE アットの方から気軽に問い合わせしていただけたらなと思います、はい、この動画がいいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。LINE アットに登録していただくと、中高生の皆さんにはエリンから、そして保護者の皆さんには留学パパがそれぞれの個人的なご質問やご相談に無料でお答えしています。誰も教えてくれなかったあんな話こんな話を留学経験者と親の立場でお話しますね。もちろん個人情報の取り扱いには十分留意していますので、安心してメッセージください。メッセージをいただく前に一つだけお願いがあります。無料とはいえ、一人一人のお悩みや疑問に真剣にお答えしています。なのでまずは皆さんの今の状況やどんな希望を持っているのかなど聞かせてください。 Google 検索のように AI ではありませんから、いきなりおすすめの学校はとか英語力が伸びますかみたいな質問だけだとお答えしにくいんですよね。
留学パパとエリンは自分たちの長年の経験やリサーチに基づいて専門家として誠意を持ってお答えしたいと思っていますのでご理解くださいね。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!